もう自分の趣味で蕎麦も手作りしてるんですけども、まあ、蕎麦粉は福島の方から取っていますけど、それでこの蕎麦はあの蕎麦粉シャッパーで作っています。まあ、いつも自分朝早く作るんですけども、まあ、余計作らないんですけども8人前くらい毎日作っています。まあ、ちょっとよく見てもらうと分かるのは、まあ、手作りなんでまばらなところもあるんですけどもでも結構喉越しが良くて、まあ、これ寿司よりこっちが美味しいっていうお客さんも結構いてくれるんで助かってます。それで、まあ、一杯夜飲んだ後でもメニューにありますので結構評判になってます。で水も天然の水を使ってそばを打ってます。まあ、今日はそばを打つところをお伝えできないんですけども、本当手作りでやってますので結構評判です。